始まっちゃいましたよ、パティアオチャンネル。めっちゃ怖い。どうも、パティアオです。よろしくお願いします。ママ、ティアオです。ママです。困ってるやん。困るわ。始まりました。始まっちゃいましたね。はい。ね、今日はちょっと初めてのモモラミ。そうそう、2人で画面に映るっていうのは。うん。まあ。あんまないもんな。あ、ないな。いつもカメラマンなんで。そうそうそう、でもたまにあのキャンプの時にあのシャシャって出るけど、こういうパターンはあんまりないかもしれない。いやもうな、もう始めましょう。早速今日は、そう、今日は、ちょっと何ですか、私の独断と偏見で今まで訪れた関西のキャンプ場から5000を選ばせていただきましたんで。関西おすすめキャンプ場5000ですね。はい、5000。ランキング、ランキング形式で、ランキング形式で1位から5位まで。ちなみにこれあのパイティアオママさんのランキング付けやから、うん、そう、ほんまにあのだからもう女性目線、ファミリー目線、それも入ってるね。うん、確かにそんな感じで。いいじゃないですか、順位つけちゃいましたね。いいですね。発表させていただいてよろしい。じゃあ早速いっちゃいましょうか。はい、じゃあ早速5位から。 5位。はい、第5位は、第5位からいきます。キャンプビレッジタロリ村さんです。これはもう不動の。まあそもそもの始まりは私のそのソロキャンデビューで行かせていただいたキャンプ場ですけども、タロリン村が5位なんですね。タロリン村ちょっとめっちゃ悩んだんですけど、やっぱりファミリーと、まあ、ソロと、今回はあの総合的に見たランキングなんで、まあ、5位ということになりましたけども、おすすめの点は、まあ、街から近いし、家からも近い、高速道路降りてからも近い。だから一人でも行きやすい。あの村長さんが女性で、管理が行き届いてるとこですね。トイレがね、めっちゃおしゃれなんですよね。トイレはでも確かにほんまにおしゃれだった、びっくりした、うん、もうあの抜群やと思う。トイレは今まで行ったキャンプ場の中でトイレランキングをつけるとしたら、ナンバーワン、もうナンバーワン、綺麗さやな、おしゃれやし。これはもういいと思いますよ、トイレは。やっぱり女の人はね、トイレ気にするから。トイレやっぱ大事やな、女の人は、うん、男はまあまあ、最悪ノーで、ノーでいけるノーでノーでね、うん、ほんで看板犬がいてね、ニコちゃんっていうフレンチブルドッグ、めっちゃ可愛いね。筋骨隆々やったこう、ここの筋肉がこうなってる、すごかったもんな、ほんまに。めっちゃ可愛い。あとはもうね、人気あるから予約が取りづらいのがなんてですね。土日はちょっとデメリットを挙げるとするならってことです。そう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 、デメリットを挙げないといけないというんだったら、もうそれだけ、それしか悪いところは見つかない。だから村長さんが女の人っていうのが、うん、やっぱ女性キャンパーにとっては結構いい。そう、女性キャンパー多いです。やっぱりソロで来られる方、結構私行っても絶対1人2人いるから、女性の方にはとても安心なキャンプ場じゃないかな。あ、なるほど。村長さんはでもめちゃくちゃ可愛い。そう、そうなんです。すごいなんかおっとりした喋り方で、育ちの良さが伺ってこれるっていう。確かに村長さんは可愛いです、うん、じゃあパパティアを目線で言うならば、うん、アクセスは抜群に。そう、やっぱり高速降りてからがもうめちゃくちゃ速いし、もう走りにくい道が一切ない、うんうんうん、あの入り口のこの橋のところが唯一狭いもん、ね、ちょっと気使う、うん、ちょっと狭いね、あれは、うん、じゃあ第5位はあのタロリン村、タロリン村でした。タロリン村でした。また行きます。はい、はい、じゃ続きまして、はい、4位の方です。4位はまあ意外や意外。意外意外、何でしょうか。気になるな。なんと、はい、
日が奥渓谷キャンプ場さんです。はい、来ました。これはまあ思い出深い場所で、日が奥渓谷が良いか、うん、やっぱり、うん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 、景色がめっちゃいい、まあ、うん、もみじがすごい。確かに改めて見たら、うん、いいロケーションではあるよね。そう、うん、ほんまにもうほんで、なんていうため池みたいな感じやから、うんうん、リフレクションすごい。うん、でやっぱりカメラ好きな人、写真好きな人がすごい集まってきて、あ確かに、ね、すごいレンズで撮ってる人おったもんな、うん、もうなんかそれが有名になってるみたい、今景色が綺麗っていうことで。あとは各サイトに水道と焚き火ができるなんかいろりみたいなとこがついてるとこがめっちゃ楽ちんやった。確かに、焚き火台出さんでいい。そう、下手したらもう椅子も出さんでいいもんな、うん、椅子みたいなのもあったもんね。水道結構可愛かったしな、可愛、うん、い備え付けの水道がめっちゃ可愛かったんですよ。私タイルがめっちゃ好きでタイルがめっちゃ可愛かったです。そう、あそして受付のおばさんが超優しい、人柄がいいような、めっちゃ優しい。これはね、一番下のハルタン、そう、一番下のハルタンが川があるもんだから、もうどうしても網が欲しいで、網持ってきてないし、もう買いに行くかっていう話してて、うんうん、で一回ちょっと管理棟聞いてみたらって、うん、そうそう、で聞きに行ったらもういいよバンカしてあげるよって、そう、優しかったな。レンタルかな思ったらほんまに貸してくれた。普通に貸してくれ普通に貸してくれ普通に貸してくれて、うん、めっちゃもういろいろで、私もソロキャンで一回行った時にカンソロやってんけど、そうカンソロの時にすんごい心配してくれた。そう、まあでも夏の始まりとかもすごい綺麗らしいから、うんうん、もう予約済みなんで、次も楽しみにしていきましょう。四季が楽しめるんですけど、冬やってないんですよね。冬はやってないんです。冬やってないんですよ、うん、残念ながら春から秋まで日が奥渓谷が4位ですね、はい、もうこれはね堂々の4位です。パパティアオ目線から言うと、はい、アクセスが抜群にまたそう、春日で降りてからが近いね、やっぱり、うん、確かに。で走りにくい道が、うん、ほとんどなかった。受付行くとこの下りが怖いねんな。あそこなちょっと狭くなってるから、うん、そうそうそう、あの受付行くとこの下りだけがちょっと怖いけど、それ以外はもう全く問題ない。そう、でははい、じゃあ続いて、はい、第3位、第3位行ってみたいと思います。第3位はどこでしょうか。これは思い出深い、まあどこもそうやけど、まさやな、はい、奥琵琶湖キャンプ場です。はい、行きました。ここはいいよ。ここはやっぱり程よいサイトの感覚程よいっていうかもう抜群の距離感、ね、そう、全然気にならへん距離感取ってくれてるから。過去にあんだけ距離感のあるキャンプ場と2つしかしない、うん、確かに。ここはすごいですね、うん、ここはほんま段差も加えながらのサイトを話してくれてるから、プライベート感が抜群です。琵琶湖はいいですね、うん、あと直火ができる。直火確かに、うん、直火、まあ片付けがちょっと面倒くさいけど、あでもこのスコップでな、うん、そうそうそう、シュッてやって、なかなか直火できるとこってないから。確かに今はちょっと厳しいですもんね、うん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 、まあ、地面に良くないみたいな。そう、それはね、うん、まああとはサイトも広い。広い、うん、確かに一個一個のサイトが広い、うん、で、まあ、程よく気が立っている。いいよね、あの林間の雰囲気がすごい、うん、そう、まあ湖畔とはまた違う、ね、ではないけど、うん、でも雰囲気がすごい好きなところです。すごい、ね、うん、遠くに見えるな、あの琵琶湖の、そう、キラキラ輝きが朝日を浴びてね。僕は一回も見たことないですけど、起きひんから、起きないから、うん、ああ
はい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 、でまたあの予約取れたら行きたい場所ではあります、うん、なかなか予約取れないんで土日はもうほぼ埋まってるから。ちょでもアクセス的にはちょっと遠いよね。ちょっと遠い、あの降りてからが、うん、降りてからがちょっと遠いですね、うん、結構走らなかったな。だからこっち周りで行くのか、うん、こっち回りで行くのか、まあ、結局どっち回りで行ってもちょっと遠い、うん、ちょっとね、ほんまにちょっとだけやけどまあでもいいですよね、うん、ここはいいキャンプ場です、うん、道的にも全く面倒くさいところを走らない、うん、はい、あのパパティアを的にでこれロケーションはいいよ、うん、撮影しがいがある。そうだね、面白い撮影しがい。ああ、そうだね、やっぱり林間って面白いな。林間はね、いろんな木いいっすよね、うん、ここのサイトはいいですね、うん、確かに。というわけで、サイン奥琵琶湖キャンプ場でした。これサインですか。サイン、はい、奥琵琶湖サイン。そう、さてさて2位はどこでしょうか。はい、じゃあ第2位お願いします。はい、では第2位は秘設の滝キャンプ場です。まあここは良かった、もう最高やったでよ、あの、うん、目の前にあの滝が見れて、うんうんうん、もう圧巻でしたよね。滝がすごかったね、うん、滝もう目の前滝やけど全然うるさくないね。結構ザーって言うかな、全国にはあるんかな、点々と滝 の, その、うん、滝の前でキャンプできるってのはあるんかな、俺はちょっと知らない。でもなかなか珍しいみたい、なんか、うん、結構あれだけ大きい滝の前っていうのはかなり希少価値がある、うん、なんか沖縄で1個見たことあるけどね、探してる時に、うん、だからなかなかレアなキャンプ場じゃないかな。しかもあそこまで整っててまっすぐのサイトやからデコボコがなくってライトアップもされてね、すごかったな、うん、カップルがそうそう、あの観光客さんもね、たまに訪れて写真撮って行ったりとか、私も一回あのシャッター押してくださいよとか一番気使うやつ、うん、あの 4,5 枚撮りましたけどね、もう一枚、はい、もう一枚言うてまあでもここはあとサウナテントがあって、まあサウナ して熱なった体を滝のそばの整えるってやつやんな、うん、そう、うん、そこでザバーンと飛び込んでこれでもだからそのサウナが好きな人とかやったら、うん、めちゃくちゃいいんじゃないか。そう、私やりたかったもん。僕はあのサウナ入らないんですよ基本的に。いや、サウナは入らなあかんねん。だからあのちょっとここら辺しばらくもうあのお風呂ちょっと使っただけでもうすぐ伸ばせるから。いや、もったいないやん、サウナあったらやっぱ入らない。いや、だからサウナ好きにはいいかもしれん、うん、ほんまに多かったもんな。そう、だからやっぱ予約がいるから、テントサウナ、そのにサウナテントの予約をしてから行かないと。まあそう、まあそれはね、やっぱね、知らない人とあんまりね。そう、うん、やっぱり女の人ちょっとしんどいかなまあまあね、まあまあ、まあ、私はちょっとしんどいから。いや、あとね、私サウナ好きやけど水着着れるような体じゃないんですよ。水着でめっちゃ飛び込んでた、張ったけど、それはもうカットした。あれってその管理棟がある方の手前はもう肉角だけ、肉角だけやった。3333、3区画あんねん。でもお隣さんが肉角分使ってあったから、それでか、うん、そうそうそう、うちらが行った時はそう、2組だけやってる。で、奥は奥でそう、いっぱいあった。2段ぐらいあった。こう下の段下のことあれなのかな、そのソロ用のサイトだから。確かソロ用のサイトと、うんうん、あるあるあるって言ってはった、うん、あー、うん、なるほど。そうね、施設は良かったですよ、これは。で、うん、一つそのデメリットの施設とかもめっちゃ綺麗、ほ、うん、んまに綺麗かった。高規格、うんうん、デメリットがあるとするなら、うん、アクセスがね、ほんま遠いんですよ。遠いな、アクセスがほんまに遠いんですよ。ほんまにちょっと
帰り道とか獣道やったもんな。だから多分いろんなルートがあるかもしれん。あ、うん、うんうんうん、行くのにね、行くのにね、うんうん、海沿いを行くのか、うん、奈良の方から行くのか、うん、まだまだあの渡良瀬の方から行くのかと、うん、三重の方から行くのか、うん、まあ、三重の方から行くのかな、結局は一番早いみたいなことは言ってたけど、まあいろんなルート試してみよう、うん、でも怖いっていう道はない。ああ。全然、うん。うん。そうやね。どの道で行くかやね。どの道で行くか。季節の滝キャンプ場は、はい、はい。第2位でしたね。第2位。もう一回行きたいですね。そう、夏行きたいですね。うん、毎年ちょっと行きたいと思ってます。うん、第1位発表してもらっていいですか。もうでもこれはな。第1位はどこだ。みんなもう。分かっちゃったんちゃうかなって私ちょっと思ってる。おー、そうか、うん、もう全然分かんないです。これはもう第一位どこかな、グランパスとか。え、全然分かんない。グランパスとか発表します。はい、第一位は私のアナザースカイおじろじろキャンプ場です。あ、もうこれはもうダントツでした、ごめんなさい。不動っすね。不動です、私の中でも。いや、不動の位置ですね、やっぱり。もう大好きすぎるんですよ。もうあのほんまに野営感というか山で住んでる感、もうたまらんのですね。これはどこにでもある場所じゃなく、もうここだけしか味わわれへんと思う、うん、あの山感、こういうとこはなかなかないんちゃうかなって思いますね、兵庫県で、うん、そう、サイトも広いし、サイトはやばいな、サイト広いし、もうあのお隣さん見えへんぐらいの張り方できるから、うん、これは俺は確かに奥琵琶湖ぐんと超えてくる、うん、プライベート感、プライベート感やな、うん、距離がもうすごい、そう、すごい、絶対領域になる、絶対絶対領域、うん、領域展開しようか、すごいよな、あれは。もうこれはね、なかなか超えてくるキャンプ場ないんちゃうかな。なかなかいいやろうな、なかなか関西では。あの距離感できるキャンプ場って難しいやろな、ちょっとね、ないと思う。でもやっぱそれあれじゃない、上山夫妻、そう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 、のあれもありますよね、努力も、うん、その人数制限、こうやっぱりそういう空間を大事にしたいからっていうので、うん、多分人数制限かけてるはずやし、だからそういうあの考え方もちょっとすごいよな、うん、もし儲けに走っちゃうとな、うん、入れるだけでよってなったら、あのもうロープ一本でこう敷き立てるだけのサイトがほんま苦手で、苦手になりつつだと、昔はそういうとこばっかり行ってたんやけど、そう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 、うん、でももうここを知ってからもう無理になったんよ、ロープ一本引かれるとちょっとテンション下がっちゃうもんな、そう、え、ロープかーってなってしまう。それはそれでなんかすごくいいとこだと思うな、うん、まあしゃあない、うん、綺麗に管理されて、管理されてね、うん、だけどここが好きやったらちょっとしんどくなっちゃうな、確かに。ちょっと ここを知ってしまったら、ああおじろじろに行きたいなってなってしまうかな。いや、パパティアオ的には、うん、もうロケーションはもう抜群、うん、それは抜群、これ撮影してて楽しいです。景色もめちゃくちゃいいし、うん、一つ言うなら遠い。アクセスがうわ遠いな、こう結構遠いんですよ、うん、岐阜行くみたいな感じだもんな。そうなんですよね、やっぱ4時間、うん、行くんよね、4時間行っちゃうよね、かかるな、いつもな、うん、4時間はかかるな。そうそう、やっぱ兵庫に、その兵庫の山の方によく行ってたやん、うんうん、昔スノーボードで、うんうん、そのスノーボードよく兵庫で行ってた中でも一番遠い、うん、スキー場のさらに奥やな。あ、そうやな、確かに、うん、ほんまや、おじろじろはね、でもそれをもうなんかもう全て払拭するぐらいの、そうそうそう、うん、良さがありましたね。その道を経ても行きたい、行きたい、うん、まああとはね、ちょっと私がデメリットを挙げるとしたらただ一つ、
トイレがちょっと遠い。あの女の人やっぱり一番大事です、トイレ問題。うん、あの林間サイト撮るんやけど、いつもね林間好きやから、うん、林間からめっちゃ遠い。だから林間にも一箇所トイレ作ってくれたらこれはもう最高やねんけど、どれだけ遠いかというとあれやんな、うん、その例えばちっちゃい子が、うんうん、あおしっこしたいって言った時にはもうたどり着くまでに漏らしてしまう。そう、遠さはあるな、遠いな、やっぱり、うん、ちっちゃい子おったらちょっときついかもしれんけど、ね、膝が悪くなってから行ってないから分からへんけど、あそうか、膝が悪い状態で行ったら漏らしてしまう。いや、漏らす前にその辺でしたやん。ああ、言うてなるので、のでよ。木々が育ってしまうよ。古代人が育ってしまう。もうなあ。あとはそれやっぱ一位がおじろじろ。一位おじろじろ。やっぱりあのハンモックもできんねん。まあ、なあそんな、うん、なあすごい数のキャンプ場に行ったわけではないけども。撮影してないキャンプ場とかも結構あったもんな。あ、そうそうそう、昔やり始めの頃は撮影してなかったから実際、うん、そう、そういうのをこういろいろ行って、うん、行った5000がこれですよね。そうです、今までの関西の5000です。のでもう来年になったら変わってるかもしれない順位がね。確かに、なんか毎年やろうかなって思います。いいですかね、毎年入ってきてなくても良かったキャンプ場って結構あるよね、うん、そう、まあ僕ちょっとあの忘れ去られてたん関西、あの森と僕の休日がランクインしてなかった。忘れてないんです。あ、そうなんですか。忘れてない、それも迷ってん。そう、森と僕はめっちゃ迷ったけど、まあ、日が置くとなんかこうなりつつあったけど、一回しか行ったことないな森と。いや、あそこは良かったよ。いいね、うん、個人的には結構好きやねんな俺。うん、あそこは本当は良かった。なんかでもゆっくりキャンプできました、うん、森と僕の休日はほんまにもう一回行って確かめたい。まああとね、ちょっとこれキャンプ場って言っていいかわからんかったから入れてないんが、はい、棚田キャンプ。あ、これはね、イベント的な感じでキャンプ場としてやってはるので、年に1、2回しか泊まられへんっていうのもあって、ちょっとランクインできなかったんですけど、棚田は毎回行きたい。そう、棚田の景色はもう最高です。景色いいな、うん、確かに。そう、景色はいいよ。やっぱり棚田で泊まって棚田を見下ろすことってその時しか味わわれへん、うん、景色やと思うから、うん、私は棚田好き、うん、ハプニングもあるし、私も棚田好きです。うん、なんで目ちょっと死んだ目した。その主催してる人な、あーそう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 、のその一、うん、人が僕金子のガキそっくりです。身長もめっちゃでかい、このこちょーこちょーってなんな。そう、金子のガキそっくり、うん、一発目でやったらビビったもん、こんな男前だとおんねや。こんな男前が農業してんねやってな。そう、靴履いて、うん、あれはびっくりしたな。もうな、金子のガキ好きは多分絶対行ったわ思ったから。おる、あ、おる、毎回おるやろ、あなた。違う、あ、金子のおるわ。金子のお浮気好き、めちゃくちゃおるわ。めちゃくちゃおるで。そうやな、まあ棚田はいいですね。棚田いいよ、うん、じゃあ、あれですね、じゃあ5位がタロリン村。タロリン村、4位が日が奥県。日が奥、3位が奥琵琶湖。奥琵琶湖、2位が秘節、堂々の1位がおじろおじろ、おじろ、これを超えるキャンプ場は果たして、もう出会いたいですよね、でもね。出会っていきたいですよね、これから、うん、ちょっと新しいところをどんどん開拓していこうと思いますので、これから、まあ、これはあくまでも独断と偏見なんで、
私のね、バイティアママさんのねまだまだ全然違う意見があるとは思いますが、うん、あると思う、これはね、うん、まあ、パパティアのランキングともまだやっぱちょっとちゃうもんな、それはな、うんうん、やっぱりカメラマン目線でそうなっちゃうよね、やっぱり、うん、どれだけ撮りやすいかとか、うん、素材もいっぱいね、ある方がいいですね、そうそうそう、俺みたいにこうスキルがなくても、うん、カメラを回せばこういい感じに撮れるような、うんうん、何もないとこをこう素敵に撮れるスキルはまだない、あ、そうやね、まあまあ、でもこれからもいろんなキャンプ場を巡って、そうですね、なんか全国行きたいですよね、うん、全国、本州にとらわれず、うん、いろいろ行きたいキャンプ場があるけど、うん、そうなるほどね、休みがね社畜やから、社畜すぎて、お互いね、機会があればチャンスがあれば予約しましょう見つけてね、行けるところ、うん、行きましょう、まあ、これからもね、その、うん、少しずつ、うん、そのキャンプ場の設備なんかも、うんうん、ああそうやね、ちょっと紹介していけたらなと、うん、今はちょっとあのキャンプの風景を撮るのに必死すぎて、確かになかなかちょっと時間ができるもんね、そう、うん、ちょっといろいろそのキャンプ場の施設みたいなのをちょっとずつ紹介していけたらなって、うん、はい、あの思ってるんですけど、どうでしょうか、そうやね、やっていこう、やっていこう、これからちょろっと入れていきますちょろっとずつ、ちょろっとずつ入れていくんで、何の情報か探してもらうの一つ、ああ今日はこんな情報あったねとか、今回はどんな情報を入れてくるんだっていう、いや私ね、でも関西ってうちらが知らんようなキャンプ場いっぱいあると思うんや、うん、だからぜひコメントでここ行ってほしいみたいなキャンプ場あったら教えてほしいなと思う、うん、今度あれですよね、あの監督さんがぜひ、そうそう、監督さんが教えてくれた、ここぜひ行ってみてくださいっていうとこ、クラインガルデン乗せ、クラインガルデン乗せ、予約取りましたんで、取れましたんで、もし皆さんどっかここ行ってみてっていうところあったら教えてください、はい助かります、はい、じゃあ今日はこの辺で終わりましょうか、そうですね、はい、最後までご視聴ありがとうございました、どうもありがとうございます、これからもパイティアブチャンネルよろしくお願いします、はい、よろしければチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします、それではまたお日までバイ、Thank you、 いや、古びっくりするわ、それ分からん人多いんちゃう、俺好きやねん、トンネルズトンネルズ